あ、も、あ、取れなくて入る。持ってるのが自分持ってるんですよ。でも、もう始まってる。はい、音楽からお願いします。皆さん、今日のトピックがですね、共同の担い手作りというトピックでよろしいでしょうか。共同の担い手。共同の、あの、協力の協に働くですね。共同の担い手作り。っていうトピックでしょ。テーマ、いや、テーマ、そう、変えられます。大丈夫ですか。ノンカノンカしかできない。よろしくお願いします。じゃあ2番終わってから入りましょう。皆さんおはようございます。10月31日月曜日午前9時になりました。カナムイからハイ SOS ネットカララジの時間になりました。パーソナリティはハイサイトゥーバカッチンヤイビンキミスノチ赤峰リュブヤイビンとイーズでお送りいたします。この番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です。認知症は誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。そのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります。警察、行政、消防の三位一体と なる基盤をもとに徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっています。この番組は株式会社国健システム au ショップネーブル嘉手納店有限会社マルチ重機沖縄県社会福祉協議会FM ギノワン沖縄県認知症行方不明者家族の会そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM ギノワンからカララジオ生放送でお送りいたします。9時から10時からの1時間の番組でございます。皆さん最後までお楽しみください。またメッセージや曲のリクエストなど募集しております。ファックス番号電話番号は 098-943-0094 メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com またユーストリームやツイキャスからも動画と音声を配信しておりますのでそちらの方でもお楽しみください。よろしくお願いします。オープニングの曲は無関心歌舞団で足みじぶしでした。それでは一度 CM に入ります。はい、どういうことをやってるのかっていうのをお話ししていただくので、よろしくお願いします。そうですね、私があの名前を紹介しますのでそれで少しトゥーバさんが今日の内容を話をして各自その活動の内容を、はい、質
言お話ししてもらいたいと思います。15秒前です、はい、ただいまの時刻9時5分になりました。 FM ギノワンのスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。トゥーバさん、リュウブ君、おはようございます。おはようございます。はい、今日はもう10月の最後の日ということで、あっという間ですね。エビニア、早いですね。はい、早い。また先週もいろいろイベントなどもありまして、お疲れ様でした。一番中大会がエビニア、はい、一番中大会が昨日までですね、昨日はもうちょうどフィナーレということで、まあ閉会したんですけども、またあの、ね、リュウブ君たち含め、はい、沖縄ハンズユースクラブがですね、いろいろあの島くつばの片やびら大会、世界大会ということで、はい、あの、ね、活動しました。はい、はい、お疲れ様です。もう500名近くですか。うん、とてもありがたいことですね。はい、びっくりしましたね。はい、会場の外でモニターでしかもちょっと 見せることはちょっとできなかったら、お客様もいたんですけど、はい、芝居の話やビーグや。ああ、そうですね、芝居の話。あの、はい、28日の会場に 500人の方たちがですね、沖縄県内、そしてまた世界のうちなんちゅの方たちがいらっしゃって、はい、私たちあの沖縄ハンズオンユースクラブの芝居の方をあの見ていただいたのですけども、はい、やっぱりあの足みじぶしハワイとまたあのブラジル、アルゼンチンから来るあの方々の、うん、やはりこう特にね、ウカンシンカブダンディル、また兄貴分 のシージャンターがウイビシが、うん、足みじぶしという、ね、歌を歌って、移民一世たちが全部こう辛い時にはこの沖縄 この足みじぶしを歌ってあの乗り切ってきたと、歌しかなかったということで、うん、それをやはり3世4世たちが引き継いでるということで、もちろんあのね、あの聞いたことあるけど中身がちょっとわからないっていうね、僕らもわからなかったよね。はい、わかりました。それはあのいろいろ勉強させていただいてね、最初の冒頭に流させていただいたんですけど、はい、ね、足みじゆたらち、うん、ちょっと長地か、うん、足みじゆ長地はたらちる人の心うりしさや、ゆすぬしゆみ、汗水垂らして働く人たちの心うれしい言葉と、他人の人は分からないよねということで、でも自分たちは汗水垂らして頑張ってるとね、あのみんなつながっていくんだよっていう、すごく働くことであの辛さも克服していくっていうね、いろんな内容、まあ、恋人に歌った歌だと思うんだけどね、うん、働くことで美徳を得ようと、うん、あのね、俺たちの関係ももっともっと深まるぜみたいなねそういうふうにいろいろ捉えてるんですけれど、今日はそういうふうにして汗水をね、いろいろ流しながら地域のために、そして人のためにね、働く人たちを今日はご紹介したいなと思っておりますと、はい、はい、早速ですが、はい、分かりました。はい、早速今日のトピックとゲストの紹介をしていきたいと思います。今日のトピックは共同の担い手作りということで、はい、協力の協に働くで共同ですね。はい、なかなかネイビラン感じでみたいな、はい、そうですね、あまり、はい、目にしない感じですけども、うん、はい、お話ししていきたいと思います。そして今日のゲスト紹介したいと思います。はい、今日のゲストは更生保護法人ガジュマル沖縄 DV 加害者更生相談室より研究員の中千恵里さん、そして宜野湾市長田区自治会会長の富浜宗俊さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、ではもうまず最初にお話、紹介の方をしていただきたいと思います。はい中さんの方からですね、活動の紹介をお願いします。はい、はい、私は那覇市首里にあります更生保護法人ガジュマル沖縄というところで DV 加害者更生相談
室というものを設置しまして、そこであのドメスティックバイオレンスの加害者の更生に関する相談ですね、あの更生したい方々をあの支援する事業っていうのをしています。でそれ以外にもあの中学校や高校に出向いての出前講座をしたり、はい、それからあの DV 防止について考える講座っていうのを毎月行って、関係機関の方やあの地域の方々ですね、まあ、どなたでも参加していいっていう講座を開いたり、あの DV 防止フォーラムっていう大きなイベントを、これ10月にもう終わっちゃったんですけど、はいはい、そういったものをやったりしています、うん、で宜野湾市の方とはですね、あの先週先々週ぐらいにはあの児童虐待に関するあの講演の方を要保護児童対策協議会の方であの先日させていただいたばっかり でそれ以外にも、過去には中学校での講演を DV 防止のための予防啓発の講演をしたり、それからデート DV 予防のパンフレットを宜野湾市が作った時にその監修の方を務めさせていただいたりっていう形で関わらせていただいてます。はい、この、はい、DV っていう言葉はすごい、まあ、よくニュースとかでも聞くんですけども、はい、学校のこの教育の中でも総合的な学習の時間だったりとか、うん、そういった講演会などでそういった DV の授業とかもありますよね。習った覚えがあるんですけども、うんはい、やっぱり沖縄県でもすごく多いですかね。DV の、 あの、まあ、相談件数が沖縄県は多いですね。家庭の中でやっぱり子どもたちっていうのが多いんです、それともどういった大人の、DV の場合はあの配偶者間の暴力なんですね。あの子どもへの暴力の場合は児童虐待というなんですけれども、ねはい、まあ、どちらもあの相談件数は多いと思うんですよ。あの相談件数が多いっていうのはあのこれ当たり前じゃないと思ってるから相談するんですよね。わかります、はい、あのこれが当たり前だと思ったら相談なんてしないんですよ、はい、でもこう暴力があったりっていうことはおかしいとか、こうやっぱ命が大切であるだとか、あのそういう思いがあるからやっぱり相談っていうのもできますし、でそれからそういう思いがあっておかしいなおかしいなと思いながらもやっぱり人って相談できないもんだと思うんですね、はいはい、自分で抱え込むんですけど、はい、でもその時に例えばあの、まあ、自治会長さんだったりだとかあの役所だったりとか、うんまあ、いろんな方々にね、うん、実際にこう声に出してお話しすることができなくてもいろんな人とのこう沖縄って横の関わりがありますから、はい、あのその中で人を信じてみたいという気持ちがやっぱりあったり、うん、あの応援してくれる人がいるかもしれないって思うから相談っていうのは訴えるっていうことはできますので、うん、あのそういう意味ではですね、あの、はい、はい、富山さんとかみたいな方とか、はい、あのいろんな方が日頃あのそこでの関わりがいいからこそ、うん、あの自分も、まあ富山さんのところとかですね、自治会の方には相談しなくても、うん、あのじゃあ役所に行ってみようとか、うん、あの警察に行ってみようっていうふうに思えるのは、うん、やはりあの地域の、ね、方とのつながりもあったりとかそういうのもあるんじゃないかなっては思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ次にあの富山自治会長、はい、はいお願いします、はいはい、改めましておはようございます。おはようございます。宜野湾市のですね、長田区、自治会の会長をしている富浜といいます。宜野湾市では、23の行政区、まあ、23の自治会がありまして、その中でも9540人が、長田区の、住人として生活していて4234世帯ということで宜野湾市でも一番大きな、自治会になっています。なので区域も広くてですね、たくさん人が住んでいるということで、那覇浦添宜野湾として都会化という意味では、メリットデメリットもあると思いますが、その中で地域づくりを、自治会として、まあ、精一杯努力しているところです、うん、はい、はい、
宜野湾の中で一番多いんですね、中田区の。そうですね、昔は、今から40年前ぐらいは田舎だったんですけど、琉球大学、そして沖縄国際大学が近くに、ね、できまして、そこから急激な発展を遂げてきて、でまた最近ですね、最近というか、まあ12年前に永田小学校ができまして、うんはい、でそれからはまた子育てがしやすい環境ということで、いろいろな人が今新しく住んで増えています。場所は永田交差点の、はい、近くの方に、はい、公民館がありますが、はい、今年のですね、11月には新しい新公民館と、また、はい、2階部分には児童館が複合施設として新たな公民館として、今建設がもうほぼ終わり、終わりそうですね。で12月1日からは新しい公民館で自治会活動が、公民館活動が運営スタートする予定ということで、大変この地域づくりの活動拠点として期待しております、はい、新しいですよね、この公民館と児童館が複合ということで、はいはい、初めて聞きました。これは県内初の、はい、おそらく嘉手納の方にはコミュニティ施設と児童館の複合があるということは聞いているんですけど、まだ、見には確認しには行ってないんですが、県内でも珍しい、で宜野湾市でも初めての、事例になるということで、大変地域づくりのモデル地区として、宜野湾市の方からも期待されています、なのでこの先ほどの DV のお話とかですね、また認知症のお話が出てたんですけど、やはりお互い支え合うということは顔見知りになることから始めないと進まないということで、いきなり知らない人に手を携えるということはできないですし、知らない人に声かけられても最初は緊張して拒否反応が出ると思うんですけど、やっぱりお互い言い回るっていうのはお互いに知ってるからこそ、お互いに助け合ってるからこそできると思っているので、この公民館と児童館、子どもたちが、夕方には学校が終わってからですね、午後来ます。でその中に普段公民館活動しているおじおばで、婦人会、青年会っていうふうに時間の、入れ替えの中でいろんな世代が関わるということで、この子どもたちに関わる大人がたくさん増えるっていうことを期待して、これから子どもを巻き込んだ地域づくりを目標に考えています。ワクワクしてくる。やっぱり公民館と児童館が一緒になるということは、もう世代間交流が自然な形でもうできるということですから、寄り道できるのがいい。そうですね、そうですね、そうですね。私たちもね、半蔵の方でも浦添市の方で、そう児童館の方ですね、運営していて、でリュウブ君もスタッフとしてですね、はい、関わってるんですけども、はい、そうですね、はい、自治会と一緒になるっていうこと、そうですね、日頃その浦添の方の児童館でも、はい、近隣の自治会さんと交流、はい、交流させてもらってますね、はい、この本当に先ほど富浜会長もおっしゃってたんですけど、はい、これやっぱり地域、子どもたちも巻き込んで、それで地域、またお年寄りの方々とやっぱ交流するっていう、この本当にやっぱりこういった異年齢交流がすごく僕たちも携わっていて、やっぱ大事だなってすごく思っていまして、やっぱり子どもたちの特徴としては、その年上の子方だったり、やっぱ大人の人たちとのやっぱ交流が少ないっていう面で、やっぱ言葉遣いがどうしても子どもたち中心の言葉だったりっていうのがすごく感じていて、例えばやっぱりありがとうもやっぱ言えない子っていうのもやっぱ増えてるんじゃないかなっていうのは、増えてるなっていうのはすごく感じていて、でその中でやっぱりどういうふうに、じゃあ子どもたちが意識が変わって、言葉も変わって、やっぱり習慣も変わっていくのかなってやっぱ考えると、やっぱり周りにやっぱいる大人の皆さんのこの立ち振る舞いだったりとか、そういったこの姿勢にすごく子どもたちも変わっていく、なんか原動力というか、
なんか起爆剤っていうか、ね、この感じるものがあるんじゃないかなってすごく感じていて、やっぱりそのそういった意味ではその永田区のこの公民館が児童館と複合ということで、うん、すごく、まあ、ピンポイントな、まあ、無縁社会だったりとか、まあ、砂社会って今言われている中で本当に地域の皆さんをつなぐ施設としてすごく理にかなったというか、うん、理想的 なんか建物じゃないかなっていうのは思いますね。僕たちも近隣に小学校、近くに小学校あるんですけども、少し公民館と距離がありまして、なかなか子どもたちもその自治会にも携わる来るという機会が少ないんだよねっていうことでおっしゃってて、それが一つになるっていうのがすごくなんか 前田でもなんかできたかなっていうのは難しいかもしれないですけどね、でもすごくいいなって思いますね。はい、自治会は自治会で、また自治会加入率が今宜野湾市も低くなっているという中で、やっぱり人とつながりをどう作っていくかということで課題はたくさんあるんですね。やっぱり宜野湾市の中では地域づくりを率先してリードしていく存在として、自治会というのはかなり大きな可能性とこれまでの実績があると思うんですけど、やはり今関わってくれる若い世代、地域づくりってメリットデメリットではっきり考えてしまうような人たちが増えているんですけど、その人たちとどういうふうに信頼を作っていくかというところも自治会の課題ではありますので、なんとかいろんな場でも今日の場でもたくさん自治会活動を宣伝して帰りたいなと思っています。やっぱりストレス社会で、やっぱりこう情報社会ストレス社会ということで、抑圧っていう言葉がよくあちこちで聞くんだけどね、そうすると自然な形でその抑圧ができるような仕組みがあるんであれば、その仕組みを崩さないといけないっていう、うん、ことも考えないといけない、はい、そうするとじゃあこの抑圧され、そしてストレスが出る、じゃあそのストレスを発散する場所っていうのを、ね、うん、ないといけないんだけど、はい、あえて今現代社会はそういう場所も作らないといけない時代になってきてると思うんだよね、うん、はいはい、もしそういうのが自然とこう家庭内での抑圧ストレス、学校職場の、まあ、子供から親まで、まあ、社会のストレスあるんですけど、これが、ね、発散できる場所、寄り添いながら和らぐ場所っていうのがやっぱり必要だと思うんですけど、うん、中さん今の、ね、理事会長のお話あったんですけれど、こういう施設が果たす役割ですね、はい、どうなんですかね、人間のこの精神面で。はい、非常に、ね、大事だと思うんですよ、うん、やっぱりこう家庭とかだけではなくて、また学校とかだけでもなくて、うん、いろんな人とこうつながるっていうのは本当に大事なことだと思うんですね、はい、何かあった時にこう自分の気持ちをこう伝えたりとか発散できる相手っていうのが一人だけだと難しいと思うんですよ、はい、でもこれがたくさんいらっしゃるとすごい力にもなると思うんですね、うんうん、そういう場所っていうのもすごい大事だなと思いますし、うん、また自分と関わる人たちがすごいこう少なくてっていう場合には、例えば一対一の関係でしたら、うん、この自分自身とその相手の意見しか自分の中に取り込むことができませんね、うん、はい、だけどこれが一人二人と増えていくということによって、もし永田区でしたら9500名でした、はいはい、っていう方とねこうつながってるんでしたら、9500の考え方や感じ方をこう取り入れたり、9500名の方の気持ちをね思いやったりってことができれば、人としての幅っていうのがすごく広がりますよね、うん、ですからただ単にお互いに支え合うとか助け合うってことだけではなくて、人間としてもとても成長できると思うんですよ、うん、でまた先ほど龍部君が言ってたようにまあ、大人の在り方というか、そういう態度を子どもたちに見せることによって、それをね子どもたちがいいように学習というか学んでいける場にこうなるんじゃないかなって思ったってことをおっしゃってましたけど、本当にその通りで、子どもたちって結構大人を見ていて、でそれをこう実際に行動で表現するっていうことが真似してやるってこと多いんですね。でまあそういうこともあるので、日本の CM とかでは見たことないんですけど、
海外で流行った CM があってですね、あの公共広告機構みたいなところがやってるもので、あのチルドレンシーチルドレンドゥっていうことで、あの大人が例えばゴミポイ捨てしたのの後ろを子どもがポイ捨てしたりとか、うん、大人がなんか誰かどうなってるのの後ろで子どもも同じように指差ししてどうなったりとか、うん、みたいなのをこう全部映像で流して、うん、で最後に子どもたちは見てますよ、子どもたちはやりますよ、行動しますよっていうような CM があるんですよ、うん、でそうやって意識啓発を、ね、していくっていうようなのが実際にあの海外では行われたりしてるんですけど、うん、あのやっぱりそれって世界共通で、うん、あの身近な大人から学ぶっていうことが多いと思うので、人を大切にするような態度っていうのを学ぶ場としても非常にあのいい場所になるんじゃないかなって私は思ってます、うん、はい、はい、そうですね。長田区で長田区のいいとこ探してると、この9500名の近くあの以上の方々が、自分が住んでる場所ってこんなに面白い場所だったのとか、あるいはそのコマーシャルに、あのまあネットコマーシャルでも面白いと思うんですけれど、特に学生がやっぱり多いですよね。そうですね、はい、あの、うん、琉球大学があるということで、はい、学生向けアパートも多い地域です、うん、そうですね、自分が住んでるところこんな面白い方がいるってなった時に、うん、行動を起こしやすいんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、まずあの知ってもらうことから、はい、自治会の課題として今あのどう、自治会活動を発信していくかですね。で今 の, あの自治会活動の情報の伝達の仕方ってとてもマニュアルで、自治会だよりとか紙面でですね、あの班長を通じて配ったりするんですけど、やっぱりそれって自治会に入ってるところにしか届かないということで、今タイムスと新報のですね新聞販売所に協力をしてもらって、自治会員以外にも自治会活動を知ってもらいたいということで、今あの新聞織り込みもですね協力をもらって、はい、あの自治会以外にも届くように今努力しているところではありますが、でもやっぱりいろんな場で若い人たち、まあ20代話聞いたときに、先ほどお話があったように学生の方たちって自治会って意外とやっぱ何も知らない、え、自分の住んでるとこって長田区だったんですかとか、もうここから自分が住んでる区域のアイデンティティさえなんですか、もう全然持ってないというか、こだわりがないっていうんですかね、やっぱりまずは知ってもらうっていうところからスタートしないといけないんだなって、まだまだたくさん課題もいっぱいありますが、情報発信ですね、うん、はい、うん、俺はここに住んでるぞっていう、うん、言った区域のアイデンティティですよね、うん、そうそう、こだわってほしいですよね、エイサーとかやっぱり自分が住んでた地区とかですね、うん、なんか文化的なものでも何でもいいから興味を持たせてほしいと、うん、多分今の30代から上の人たちって地元の先輩がエイサーしてたりとか、うん、親が何か地域活動してたっていうことで自然に自分の住んでる地域を意識するようになってたと思うんですけど、今の、30代以下の人たちっていうのはそういう親の関わり方、やっぱどういうふうに地域に関わってるのかっていう見なくなってきてるんじゃないかなということで、やっぱり自然になんか外に出ていくっていうような人が増えてるのかなってちょっと寂しくも思っていますが、これもまあ私たち大人のこれまでの責任でもあるので、皆さんと一緒に、はい、これからもっと増やしていきたいですね。長田区に住んでみたい。ありがとうございます。やっぱこの第三 の, あの家っていうんですかね、自分の家、子供たちからしてみたら、まあ、大人も第一の家が自分の家でね、そして第二が学校、あれ大人であれば仕事場っていうのもあると思うんですけれど、第三のこの拠り所があるっていうのは、先ほど中さんがおっしゃってた一対一の関係から家庭での第三者がそこに入ってきて、 そしてまたあの自治会に入ると、今度自治会から見た視点っていうのは結構あの心の視点が広がっていくと思うんですね。じゃあ隣近所ってあなたにとってどれぐらいですかって言った時に、あの家でしか行動してない方は
まあ、3、4軒隣までは知ってますよっていうふうになると思うんですけど、これ自治会入ってる方たちから話を聞くとですね、まあ、年配の方がやはり多いと思うんですけど、やっぱりあの区のことをやっぱり考えてるんですね、自然と、うん、お話をする時も区のことを考えてるわけですから、うん、そうするとすごく心があの清らかでね、うん、何か話を聞いてるとこっちも楽しくなるわけ、うん、問題も解決しやすいんじゃないかなと思うんですけど、うん、この、ね、第三の、あの拠り所を見つけるだけで、あのこの視点が広がっていく、あの心が広がっていく、そして意見が広がっていくっていうのは、うん、いやこれ中さんどうでしょうか、さっきから中さんも言ってるんですけどはい、あ本当にあのその通りだと思うんですよ。あの、まあ、例えばですね、はい、まあ、依存症だとか、まあ、いろんな問題 の、 あの方たちがこうその自分の抱えている問題を乗り越えて回復していくときに自助グループっていうのをやってるんですよ。あ、これはあの例えば自殺の遺族の会だとかうつ病とかでもそうなんですけど、同じような悩みを抱えている人たちが集まってこう自分の気持ちを話すっていうようなことをすることによって、それを続けていくことによって回復していくっていうことがあるんですけどね、あのそういった活動というものもやっぱり今までは家の中で閉じこもって一人だったのが、そこにいて仲間と出会って、でまたいろんな人の話を聞いて自分と同じだって共感したり、うん、あのでまた自分が話して共感してもらうとか、うん、っていうことを繰り返しながら、あの少しずつ自分の考えが柔軟になっていったり、こう世界が広がっていって、うん、でそれからあの社会復帰ができるようになったりっていう風な形なんですね。でそれがすごい治療効果になっているんですけれども、あのそれをじゃあ実際にあの一般社会に置き換えた時にはどうかって言ったら、今おっしゃったようにあの家庭だったり学校だったりこの地域自治会とかっていういろんな場所でに出向いて、でいろんな人に会う、でいろんな人とあのこう年齢が違うけれどもこうお話ししてみたら、あ自分と一緒だなって共感することがあったり、あのでまたお話聞いて学ぶことがあったりっていうことで、すごくこう視点が広がっていって、もうすごい変わっていけると思いますし、で何かあった時に本当に助けてくれる人が自分のこう本当に一二軒隣にしかいないとかではなくて、この地域全体にいてくれたりっていうことがあったら本当に心強いし、まあ、自分がこう、まあ、過ちを犯した時でも変わっていこうという時にもですね、あの力になると思うんですよ。でそれから何かもしかすると出来心で何かこう悪いことをしてしまいそうになったっていう時にでも、その瞬間に頭に浮かぶ人、顔が浮かぶ人が家族しかいなかったら、それだけしかストッパーにならないですよね。ですがこれはお友達の顔が浮かぶと少しそれが増えます。でもそれだけではなくて、こう地域の本当にこの自分の近くに住んでいる人だけじゃなくて、この地域全体のこのおじいちゃんおばあちゃんだったり、この自分と同じぐらいの年齢の人だったり、子どもたちの顔っていうのがパッて浮かんでくるんだったら、あこんなことはできないって思うでしょうから、でこういう姿は見せられないって思うでしょうから、あのそれがまた歯止めというかね、ストッパーになって、でこんな悪いことするよりは誰かにねこう打ち明けたりとか相談したりして自分をこう正していこう、変えていこうっていう気持ちにもなるでしょうから、やっぱりあのすごく第三の家で、それからもう本当に第四の家とかですね、そういう場所がたくさんあるっていうのは本当に大事なことだと思ってます。そういうのがあの DV とかこう虐待とか の、 あの予防にもなりますし、まあ、何よりこう人権を大事にするということにね、つながりますよね、すごい大事だと思ってます。すごいいい話ですね。中さんはよくあの、まあ、その相談員としてあの活動されてるということ で、 で特にその DV の加害者の方たちに対して の、 その相談をされてるということで、今おっしゃった内容な感じで、あのその加害者の方たちには相談ではその多くの人との関わり合いということを進めてらっしゃるのですか。
あの最初そうですね、うん、あのなかなかあの DV の加害者の方とかっていうのは本気で変わろうという気持ちがなかなか持ってなくてですね、うん、周りの人が自分に合わせてくれるという考え方を持ってますので、うん、あの自分を変えるよりは相手を変えていこうという気持ちの方が強いんですけれども、うん、だけれどもこれがあの本当に変わらなければってなった時にあの変わって いけるんですけどね、うん、あのこの人たちっていうのは結構本音を話せるお友達だとかっていうのがいないんですよ、うん、ですから他人の考えっていうのが全然入り込んでいないんですね、うん、だから自分の考えを誰かに押し付けようとするというところしかないんですよ、うん、ところがこの方たちが変わっていき始めた時っていうのはまず相談室とかであの相談員とかとの関係が気づいていけることによってあの他の人ともつながっていこうということで、うん、他の問題にも興味を持っていくというふうに、うん、ちょっとずつ広がっていくんですけど、うん、でこのただ少し変わるとかだけではなくですね、うん、この変わり続けるということが難しいんですけど変わり続けることができる人たちっていうのは、うん、本当にいろんな人と関わるようになってでその関わりを大事にするようになり始めてですね、うん、初めてあの本当に言葉でバンって出てきそうになった時に、うん、やっぱり浮かぶらしいんですよそのいろんな人の顔が、うん、今までは浮かばなかったんですよ、うん、今まではこの自分の目の前にいる人が言うこと聞かないっていうことへの苛立ちだからその人の顔しか浮かばないんだけどそれ以外の人の顔、うんまあ、相談に乗ってくれた人の顔だとか、うん、あともう地域の人の顔が浮かぶようになったら、うん、あって思って思い直してそれでやっぱりもう一回電話しようと思って電話したよっていう人もねやっぱりいるんですよ。でそうなってくると例えばこう仕事とかで近く道を通った時に訪ねては来ないですよ来ないけれどもこの道路を通ってるだけであーってこうこの事務所の方を見ながらでその度に意識するあーって自分最近ちょっとこの意識が足りてないな、うん、意識しようといつも思ったりしてるよとかこう自分がこうちょっと苦しい時とかでもあ今頃何してるかなとかって思ったりして、うん、会いたいなとかって思うことによってあの自分を保ててるよとかっていう人っていうのもやっぱり出てくるんですね。でそういう方っていうのは続くんですよ、うん、だからあの本当に自治会だとかこう児童館だとかいろんなところでつながっていたらあの実際にこうやっぱり自分の秘密とかを知られたくないから地域の人に話すってことが難しかったとしても、うんうん、でもこの公民館の前を通ったりそれから児童館の前を通ったりでその地域の方のお家が分かるんでしたらね、うん、つながることによってその人の家の前を通るたんびに、うん、あーってあ自分ちょっとこう最近こう思いやりに欠けるなとかで意識するっていう場所が増えていけば本当にこの人って変われるでしょうしこの相手を思いやる気持ちっていうのを思い出す機会が増えていくのでそういう意味でもこの横のつながりというか地域を大事にしたつながりっていうのは本当に必要なことだなって思ってます。ちょっといいですか。ああ今の話聞いていて、うんまあ、DV の加害者の方、まあ、自分の中心的な自己中心的な考え方が多いっていう中で、うん、やっぱ寄り添う人で何かあの自分がしそうになったら大切な人の顔が浮かんでストッパーになるっていう中で、うん、これって他の認知症とかもういろんな全てのなんかことにもつながるのかなと。誰かが携わっていると、うん、寄り添ってくれる人がいると、うん、ちょっとしたことでも打ち明けやすいっていうふうにやっぱ誰かが関わるっていうのが大事なんですね、うんうん、そうですね。だからその時にあのこの関わる人が例えばこう暴力的な態度を容認するような人でしたらね、うん、DV と限らずこう虐待でもこう、まあ、認知症の方への関わりでもこういう人まあ、言うこと聞かない相手とかだったら大声でね怒鳴ったりとか押さえつけていいんだっていう考え方の人が
関わるとその考え方が固定化していくんですよ。でもそうではなくて、やっぱり人を大事にするというのは時間もかかりますし、丁寧なことというのは正直言って難儀ですよね、うん、なんですよ。だけどこの難儀なことをこう時間をかけてでも丁寧にやるっていう態度を見せる人たちっていうのが、自治会の方だったりね、こう、まあ、半蔵の方々だったりって、そういうのをね実際に見せてくれる人たちが周りにいるとその方向に変わっていけるのでね、それってすごい大事だなって思いますね。それは本当にそうですね。もう僕もこの子どもたちと触れ合ってる中で、例えばそのただ悪いことっていうことをしたときに、それを容認してしまったときに、やっぱりどうしてもその後にやっぱ抑えられなくなるっていうか、その1回の注意で済んだことが後で大きなものになってしまうっていうことが多々ありまして、それはすごいあ、こうなってやっていいんだっていうような、子どもたちはやっぱり正直なので、やっぱこういった風にならないようにそのまたいつその区切りをつけるじゃないですけど、やっぱり見た時にしっかり言うってこと、やっぱり大きく怒鳴る前に、あ、これダメだよねっていうような、そういった声のかけ方というか、やっぱりそれはやっぱり常にこの子どもたちを見ていかなければいけないことで、僕もこの一回はいろいろやってしまったことがあったんですけども、それを本当に話を聞いてすごく、あ、そうだなっていうのはすごく感じますね。このね、こう自分で、あ、やってしまったなって思った時って、これ、まあ、DV とか虐待の加害者と限らずですね、どんな人でもそうだと思うんですけど、その後って多分本当はですよ、一番本人がモヤモヤしてると思うんですよ。で怒ると疲れますよね。怒った時って疲れませんか、はい、でイライラしてる時ってこう疲れますよね、はい、で楽しくないですし、体の疲れも取れないし、でもそういう状態が続いたのをもうこいつのせいだって思うと、もうずっと変わらないわけですよ。で自分もね変わらないし、全然楽しくないし、疲れも取れないし、いい生活っていうのが送れないと思うんですけどね。この時に、あ、やってしまったなって思った気持ちをこう変えていって、でこの態度を、じゃあもう少し丁寧に接してみようということを、こう難儀なんだけど続けることによって、大変だったけど達成感があったりとか、でもこう報われた気持ちになったりっていうことって多いと思うんですよ。で実際にどうですかね、リュウブ君なんかは、はい、その子どもたちにこうちょっと強くガーって怒鳴ったりした後、やっぱり子どもたちがこれいいんだって学ん で、でそうなっちゃった時期があったってことなんですけど、はい、こう、あ、これはいけないなと思って、こう、まあ、時間はかかったかもしれないけど、はい、丁寧に対応することによって子どもの態度っていうのも変わってきたんじゃないですか。そうですね、やっぱりでもこうなった時に感じたのが、やっぱこのなんていうんですかね、子供その怒鳴った時にやっぱ感情的になってるので、なんで怒られてるのかが分からないっていう風になってしまって、でその後からそのやっぱこういったことがやっぱダメなんだってことで、子供たちに対するその関わり方、やっぱちょっとずつそのこれなんでこんなことするのっていうのはやっぱり疑問系で投げかけてみたりとか、これっていいことなの悪いことなのっていうような、そういった優しい、なんていうんですかね、この論理的に話をするっていう、この疑問系で投げかけてみるとかっていうことでやっていく中で、すごく子どもたちもやっぱり素直に受け入れてくれたりとか、あ、そこまでやっぱり感情的にならなくても子どもたちにやっぱ伝わるんだなっていう、いろんな伝え方がやっぱあるんだなってことで、それで子どもたちもすごくなんか応答っていうか、その受け答えも以前よりはまた何ですかね、よく聞いてくれるというか、っていうのはすごく自分の中でも実感している部分は、そうですよね。一方的にバーンってどうなったりとかっていうことをやると、確かにその場では怖いから言うことを聞いてくれて、効果はあると思うんですけど、会話のキャッチボールみたいにならないですよね。だけど今言ったようなこう疑問系でこう、
声をかけたりとか、うん、優しく声をかけたりすることで、あの自分の気持ちを話してみたりだとか、うん、こうじゃあどうしたらいいんだろうってことを考える時間が持てたりってことで、うん、こう結構この会話というかね、キャッチボールが続くと思うんですよ、はい、でそれによってあのお互いにこう、うん、こちらとしても子どもたちの気持ちも分かるし、うん、子どももこちらの気持ちも分かるしと、うん、いうことでちょっとずつ良くなって、はい、こうお互いに受け取れるようになって変わっていくっていうのが、ね、うん、あったと思うんですよ、はい、だからやっぱりね、こう自治会とかでも富山さんたちもこう今はね顔知らない人もいたりして、それが課題だってことでしたけれども、うん、そうやって顔を知ったりっていうことがあって、でその時にあのまた顔を知ることによって話をして、こう今までのこうお互い顔が知らない間でしたら、何か言いたいことがあったらやっぱり一方的にこう何かを伝える、で相手もね、自治会に入ってない人でもこう何かこう自治会で嫌なことがあったら、その苦情とかだけをただ一方的に伝えるっていうやり取りだったのが、こう顔を見合わせてお互いを知ることによってちゃんとこうお互いにこうキャッチボールするっていうやり取りが出てくる来ると思うんですね、うん、でそうするとやっぱりこう自治会もね、あのすごい広がっていって良くなって、うん、で地域全体が、ね、あの良くなると楽しくなるとか ね、うん、そうなるでしょうから、うん、その公民館と児童館が一緒になるっていうのは、あのそのきっかけ作りとしてね、うん、すごいいい機会になるかもしれないので ね、 うん、はい、子どもを通してやはり親もいろいろ参加がいろいろな行事あると思うので、やっぱその中で顔見知りになる、でそこから、まあ一方的なものだったものが顔見知りになることでお互いキャッチボールができるようになるっていうのを、はい、あの期待していますね。このキャッチボールする、言葉のキャッチボール、心のキャッチボールができるっていうことは本当に人としてこのお互いになんか進むんですよね、うん、そうですね、いろんなことがあの進むと思います。やっぱり思いやりの気持ちもあのお互いにね、あの持てるということによって、その人権意識っていうのが育まれますから、うん、やっぱりそういう意味では防犯活動にももちろんなりますし、うん、そうですね、ね、あの地域全体が良くなっていいんじゃないかなと思って、そういうのがあの今本当に問題視されてる DV とか虐待だとかいじめだとか、うん、もういろんなものの予防につながると思いますし、その認知症の方とかがいた時でもやっぱり地域の方が気にかけて、あのおばあちゃんとかおじいちゃんとかって声かけてお話しするっていうこともね、できればすぐご家族につなぐということもできるでしょうしね、はい、あの迷子になったりしてる時なんかもね、うん、あのすごくいいんじゃないかなと思ってますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、あそろそろだリクエスト曲なんですけども、富山さんお決まりになりました。すいません、あの、はい、話に夢中で考えてなくて、はい、具志堅さんの、はい、具志堅さんのおすすめがあれば、あおすすめ、朝爽やかな天気なので、彼女にリクエストお願いすると、はい、かける曲がですね、よく間違えて、あの誰かが居酒屋で歌ってる歌がかかったりするんですね、はい、よくあります。はい、あの先ほどこの、 あの共感力っていうのをすごくお二人の話から、うん、ひしひしと感じるんだけどね、うん、パッと思いついたのがやはりあの人をね所有物にするしてすると何か暴力が起こりやすいんだなっていうのが今感じてきて、うん、あれワンノムヤンドっていう、うん、まあ、自分のね食べ物とかだったら分かるんだけどね、うん、食べ物でさえねどうぞと、うん、あの余っておくとチャイアビーがということで、うん、昔のおばあたおじいたちがさよく持ってきよったきよ、うん、畑に行った帰りに野菜とかですね、うん、すごくあのそれ考えるとあの共感力があるなと、で共感力があるそのやはり自治には、うん、あのこういう DV とかねなんか被害がないな被害が少ないんだろうなというふうに考えてるんですけれど、そうするとこの今よく警察にもあの時々行くんですけれど、まあ、DV イコールあの今度ストーカーでも同じ所有物の扱いがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあこの人のが自身が本当は悪いんではなくてそこで育ってきた環境とかあの愛されてないあの場所でね環境で育っていくとやはりあの愛されてない土台が築いていくと子どもの頃からあの人を信用しないっていう
そういうことにもつながるんじゃないかなと思うんですけれど、どんなですかね、まあ、所有物ということで、うん、そうですね、やっぱり所有物意識が働くと相手に対するこの丁寧さっていうのが欠けてきてるっていうのが多いんですよ、うん、本来はですね自分の、まあ、子供だとか自分のものみたいに、うん、まあ、ものっていう言い方は悪いんですけど自分の大切な人だからこそもっと大事にするとかっていう考え方が大事なんですけど、この所有物意識になった時には自分のものだから何をしてもいいんだっていう考え方になりやすいので、それで他の人がね何て言ってこようがお前たちは関係ないということでこう強く言ってしまうとか要望だけを通すってことが多いんですよ。だからこう自治会とかそう地域でもそうだと思うんですけど、自分たちの地域だからこそ何やってもいいんだっていう考え方だったら地域良くならないんですよ、うんうん、だけれども自分たちの割った地域だから良くしたいんだとか大事なんだ、うん、田島より大事なんだよみたいな気持ちがねあるんでしたら多分地域のために良くしようと思いますし、でそれから自分の家族とか友達でも自分のもう大事な家族だからこそ本当に大切に扱おうって思ったら言葉もねやっぱり優しい言葉をかけようとか、うん、態度もこう良くなったりとかニコニコしてる顔を見せようっていう風にね、うん、なると思うんですよ、ね、だから本当にこう所有物っていう考え方っていうのがあまり良くないと思うんですけど、自分の大事な人こう大事な地域大事なものは本当に大切にするんだというね、うん、この考え方を持っていってほしいなと思いますね、うん、やっぱり自治っていうのは区民そして皆さんの、ね、安全を守る場所っていうのもあると思うんですけど、まあ、パトロールがあったり清掃活動があったりするけどそこから入っていくと自治会っていいなっていうふうにこの大きな気づきがあると思うんですね、うん、今いろんな気づきがあるなと思ってて先ほど富浜自治会長会長からいただいた永田区のこの何ですかレターがあるんですけれど、うん、今パッと見てびっくりしたのがあなたの気づきアンテナ立っていますかということで、うん、何か5つの愛っていうのが書かれてるんですけど、はい、ご紹介していただきたいなと、はい、これすごいなと思って、はい、びっくりしました、はい、宜野湾市の地域支え活動委員会というものがありまして、でその中で自分たちの地域の課題を見つけてですね課題解決に取り組むという中で高齢者のまた独居の、支援が必要な方たちを発見して早期にいろいろなところを支援につなげるというような活動をしていて、その中で地域支え5つの愛としてですね地域支え愛見守り愛助け愛知り合い出会いということで、やっぱり隣の方たちちょっと意識を気づきのアンテナを立てて何か気になったらつなぐというのを発信をですね仲間を増やすという活動の紹介になっています。そうですね、コマーシャルやらないといけない、もう終わり早いですね。あと1分しか時間ないので最後にですね、はい、田中さんと富山さんから一言ですね、リスナーにメッセージもお願いしたいと思います、はい、20秒ほどで早いな、すいません、はい、じゃあ私からいきますね、はいはい、まあ、今日いろいろお話をさせていただいたんですけれども、やっぱりこの地域を良くしていきたいとか、この100年後の子どもたちのことをね考えたら、周りの人をね大事にって していってほしいなと思いますし、どうせ今自分が何かやったって変わらないと思うかもしれないけれども、これが100年後の子どもたちのためになりますので、ぜひそれをねしていってほしいなと思います、はい、あと、はい、永田区自治会の富浜でした。大人の在り方というものと子どもたちは大人を見ているっていうのが今日の一番の自分の心の中に残ったキーワードですね。大人も子どもたちに関わることでやっぱり成長したり考えたりいろいろ経験をするので
ありがとうございます。はい、すみませんでした。ありがとうございました。はい、もう時間ですよね。あ、はい。あ、いや、終わっちゃった。ごめんなさい。すみません、今日ちょっと CM をちょっと間に入れてきてます。話が盛り上がって。はい、ありがとうございました。ユースト用に喋る。あ、そうですか。じゃあ、ユースト用に、はい。はい。じゃあ、はい、話の途中をちょっと、はい、はい、一言。はい。この、やっぱり子供たちに関わる中で大人も成長すると思うんですが、このかっこいい大人を増やすことが一番子供たちにとっても手本になるんじゃないかなと。大人が笑ってないと子供たちも笑わないっていう中で、あの、かっこいい大人になっていきたいなと思っています。そういった仲間も増やしたいなと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストはですね、あの、更生保護法人ガジュマル沖縄 DV 加害者更生相談員研究員の中千恵里さん、そして宜野湾市長田区自治会の会長富浜宗俊さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。短いですね。はい。